安倍のような政治家が考えられないような恥ずかしいことをしているでしょう。政治家がいろいろ悪いことをして国会で平気で嘘をつく。嘘をついてはいけない。これはあらゆる宗教や道徳が教えていることです。安倍のような政治家が考えられないような恥ずかしいことをしているでしょう。政治家がいろいろ悪いことをして国会で平気で嘘をつく。嘘をついてはいけない。これはあらゆる宗教や道徳が教えていることです。